敵がいるよ。この調子で頑張らなきゃ。草花だけじゃなく木材も使えるから、運べるだけ集めておきましょう。まだどこかに使えそうなものが落ちてないかしら。始めましょう。あったらいろいろと試してみたいな。エディさんは本当に探求心の強い方ですね。これは使えそうね。持って帰りましょう。
報告でございます。こちらが。しばらく働き詰めですし、一旦休憩を挟まれてはいかがですか？ええ、ここまでの作業が終わったらそうしようかしら。何？お下がりください、ネルケ様。何があるか分かりませんから。前にもこんなことがあったような。あー、びっくりした。どうにか無事みたい。リオ、お前な、実験するんだったら先に言っといてくれよ。ごめんなさい。あなたたち、何者ですか？え？うわ！ここどこ？知らないお家だ！ごめんなさい。私はビオラート、錬金術師をしています。その兄のバルトロメウスです。バルテルと呼んでください。あ、じゃあ私のこともビオで。ご迷惑をおかけしてすみません。いえ、ご無事ならいいのですが、一体どうしてここに？ああ、こいつ錬金術師なんですけどね、調合に失敗しやがって。失敗してないよ、ちゃんとレシピ通りに作ったもん。じゃあなんでこんな人様の家に飛ばされるんだよ。あの、ちなみにお二人はどちらからここに来たんですか？カロッテ村からです。カロッテ村、聞いたことない地名ですね。ミスティはどう？私も記憶にございません。異国か異世界の可能性も考えるべきかと。異世界？そんなものがあるんですか？ええ、実際に異世界から来ている錬金術師の方もこの村にはいらっしゃいますので、よろしければ紹介しましょうか？なんならお仕事も斡旋しますよ。ありがとうございます。ビオ、ただでお世話になるのも悪いし、しばらくは働きながら帰る方法を探そう。そうだね。それじゃあしばらくの間お世話になります。ええ、こちらこそよろしくお願いしますね。こんにちは。こんにちは。最初に行くのってまだ慣れないな。
何か使えるものがあるといいのだけれど。参ります。お手伝いしましょう。これならどう？いろいろと試してみたいな。わあ、敵だ。はっ、よっ、わたしの出番ね。まずまずの成果ね。今度はさらに結果を出しましょう。こちらを依頼いたし、依頼する道具でございますが、